となります。こちらは1名欠場、7名の選手によってレースが襲われますが、こちらも全て高校生です。外側の選手の飛び出しが良かった、前半は良かったが、中盤から上がってきたのは第4レーンは東洋高校前田君。さあこちらから見た感じでは真ん中の選手が先に入った模様ですが、どうでしょうか。写真判定の結果、向かい風は 1.4m、 間違いありませんでした。2860番前田君、哲磨君、東洋高校が12秒15、この時の風は向かい風の 1.4 メートルでした。